はい、こんにちは、トモです。今週に入ってイスラエルとパレスチナの衝突、大きく報道されてます。ツイッターではかなり残虐な動画もね、回ってきていて、まあやれどっちが悪い、いやあっちのせいだみたいな感じでね、論争が日本語でね、わーっと広がってんの読みますね。なもう日本のニュースはまあそもそも取り上げてないっていうことを聞くので、まあそれと比べればマシなのかなということも思うんですけども、どこかね違和感を拭えないんですよね。大きな国と政治のことばかりで、実際の血の通う人々の視点っていうのがね、何か抜け落ちてるなーってことをね、どこか娯楽の延長線というかお茶の間戦争だなーっていうことを感じるんですよ。まあ僕も同じだけども、安全なところからなんか好きなこと言ってるだけのように見えて、なんかそういったね違和感があったんですけど、そしたら今日ね、僕がツイッターでフォローしてる写真家の人がね、自分の作品を公開したということで、彼はね小山浩介さんという方です。写真家で、まさにねイスラエルとパレスチナ、その両方をですね実際に訪れてみて取材というか写真を撮っている、そういった方です。彼が今回公開に踏み切ったのは、ここに表示している作品、2018年から作っている、まだ完成していない、そういったものなんですけども、私たちが正しい場所に花は咲かないというふうなタイトルのものです。今年ですね、浩介さんは本作で名取陽之介写真奨励賞を受賞しました。浩介さんは5年かけてこの作品を撮り続けているんですけども、まだ未完成なんですね。でそういった状態で、今回ね、ネット上のある種不特定多数の人々に向けて公開するということはもともと考えていなかったということなんですけども、やはり両国が戦争状態に入って今、自分にできることの一つとしてこの公開に踏み切ったみたいなんですね。これがね素晴らしかったんですよ。今日拝見して、これはね、なんか写真、ここでね、この話題で写真がどうこうっていうのもちょっとどうかとは思うんですけども、少なくとも写真家にできることっていうのを正面からね、見せてくれてる、そういう風な作品だと思うんですね。今回ですね、ご本人の許諾をいただいて、画面収録という形で公開をしていきます。公開というかね、見ていこうということ。いや、見ていただきたい。これはね、最初でツイッターで紹介しようかなと思ったんだけども、ツイッターだって押さないですね、リンクだとね。これ絶対絶対にね、これページ開くまではこの凄さが伝わらないんで、これ動画でそこをねお伝えしたいってところなんですね。はい、ということでね、こういった写真から始まってくるんですね。はい、イスラエルとパレスチナの間には高さ10メートルの巨大なコンクリートの壁があるそうなんですね。これがおそらく、その壁なんじゃないか。そういったね、壁がね700キロにわたって続いていて、両国を分断しているそうなんですね。で、浩介さんは2018年からイスラエルとパレスチナを行き来しながら、それぞれで暮らす人々のポートレートを撮る。で、かつね、彼らに手紙を書いてもらってるんです。こういった形でポートレートが現れるんですけども、手紙が添えられてるんですね。で、この手紙、誰に向けたものなのか。壁の向こう側に住む人々に向けて書いてくださいっていうことを浩介さんお願いしたんですね。いやーこれね見事だなと思ったんですけども、でそこでね、知っていくと、彼らというのは言語がそれぞれヘブライ語とアラビア語で全く違うそうなんですね。だからこの手紙が象徴するっていうのは、70年以上にもねわたって彼らを取り巻く分断そのもの、伝わらない手紙っていうことなんですね。でも相手が読めないからこそ本音が出るもんじゃないですかね。えな、その手紙がねグッとくるんですね。先ほどのねこの方、おじいさんね、おじいさんっていうか、まあそれほどの年ではないですけども、66年前、だから66歳ですね、エルサレムで生まれましたと。妻の祖父も妻の父も、そして私の妻も皆イスラエルで生まれました。半世紀以上もの間、私たちは皆最終的に平和と兄弟愛、そして互いに温かい隣人関係の中で暮らすことができるようになること、そして私たちの子供たちがもはや戦争に行く必要も兵役に就く必要もなくなることを願いながら生きています、というね、そういうふうなメッセージですよね。だからまあ簡単に国と国の戦いっていうことを言うとね、その分断っていうことが報じられるわけですけども、そこで暮らす人々、その一人一人にその視点を下ろしていった時にどういうふうに感じているのかっていうのは、やはり人それぞれなわけですね。
こういった形でイスラエルとパレスチナそれぞれで暮らす人々ね、コウスケさんは交互にたどって、人々にね会って話を聞いて手紙を書いてもらうってことをやってね、うん、見えてくるわけですね。うん、だからこれをね読んでいて、なんか僕にとってはツイッターのタイムラインでね今日漠然と感じていたそういった違和感が何かスッとね解かれるような感じがねありました。もちろんねステレオタイプな意見も散見されました。でもその一方でもっとなんか複雑というかね、なんか相手を許す心というか、あるいはねいかに自分が洗脳されていったかっていうことにね気づいて、ある種兵隊についていた若い人たちが、その仕事を辞めるというふうに決めた、そういうふうな人々もいたりして、そういうことなんですよね。うん、一人一人の人間の視点では簡単にはまとめられない、そういった多様性が感じられるわけですね。うん、でねこうやって見ていくと、例えばこのね青年、うん、ちょっとどこか、なんていうかな、壁を感じますよね。うん。で、どうしてこういった表情なのかな、っていうことを考えるときに、相手国を敵視している。そういった人は、コウスケさんのレンズにもね、そういった表情、感情をですね、見せているのかな、っていうことを勝手ながら感じたりね。うん。でもそれはね、なんか単純に怒りっていうことでもなくて、もっと複雑で、不安であったり、悲しみであったり、そういうのも混じってるわけですよね。中にはねこういった覆面の人も入ってますね。うん、パレスチナの人です。私はイスラエルの占領下で自由ではなく、通勤やパレスチナへの出入りができず、遊ぶこともできずに苦しんできました。かなりね緊迫した環境にいる人々にもね、やっぱりコウスケさん会いに行ったんだなってことも伝わるし、でもそういった人たち、覆面というね個人の顔を隠しているその状況下でも、ペンを渡すことで彼らも人間なんだってことを思い出させてくれる、そんなことをねやっぱこの写真と手紙からなんか感じられます。で一方でね穏やかな表情の人っていうのも写っている。まあ単純に穏やかってことも言えないんですけどもね。でもそれもね鑑賞者の視点でしか過ぎないんですけども、例えばこの人はね18歳で陸軍に入隊ということで1年間戦闘兵として勤務。でも終わりのない暴力の連鎖に加わることを受け入れることができず、軍隊に勤め続けることはできなかったんですね。でここ最近の若い人になってくると、やはりある程度教育だったりとかいろんな情報が入るっていうことなんでしょうか。うん、やっぱ単純に国から教えられることだけではなくて、何か自分で批判的視点を持つことで、その現状本当にそうなのか、うん、っていうことを思うわけですよね。そういった人がねもう一人いましたね。はい、この人ですね。うん、この人も結構若い人なんですけども、イスラエルで生まれてね、でそのパレスチナの人々っていうのは敵であるっていうことを信じるように教育を受けてきたと。でも大人になるにつれて私は物事を批判的に見ることを学んだ。実際にはあなたの文化、あなたの物語、そして紛争の複雑な歴史について何も知らないということを理解したんだとね、知らないってことを知るっていうことのね大事さも感じますよね。うん、で軍隊に入ったわけだけども、それは国を守るためなんだっていうふうに言われていたからね。でもその数ヶ月後、自分がやっていることというのは、自分の国を守ることではなくて相手国パレスチナ国家を抑圧することだったんだっていうことに、理解したわけですね、この人は。っていうところでやっぱ軍隊を離れるっていうことをね選んでるんですよね。だ自分たちの過ちというふうに、まあ外の人間が言えることかどうかっていうとそんな簡単ではないんだけどもね、それでも何かその相手の過ちってことではなくて自分たちはどうなんだろうっていうことを振り返ることができる、そういった批判的クリティカルシンキングっていうところから、自分たちをね見つめ直すってことが今の若い人たちできているのかもしれない。そういった形で少しずつ時代は変わっていたのかもしれないですよね。うん、でもねこのね手紙が本当に素晴らしくて、やっぱね5年かけてコウスケさんがね一人一人と会って話を聞いてきてね、そこで得た手紙なわけなんですけども、この手紙を読む方がよっぽどタイムラインで読んで、ね、それっぽいこと言ってる人たちの意見よりもよっぽど説得力あるし、現地のことすっごい理解できますね。ああ、これこそね写真家にできることの一つかもしれないですよ。コウスケさん自身がね書いていたんですけども、この作品っていうのは遠い日本から来た一人の外国人の立場、そういった視点からね描いたんだってことを書いてるんですね。うん、写真家っていうのは外の人間なんですよね。外の人間として様々なテーマと向き合うわけですよね。その時その世界に飛び込む、これもね大事なんですけどもね、あくまでも自分は外なんですよ。
このよそ者の視点っていうのをね、忘れちゃいけないんですよね。うん、なんかそれに近いことね、やっぱ辰木雅さんとかもね言ってましたね。飛び込むことによってその相手と同化する、それもね一つの、すごいことでもあるんだけども、やっぱりね引いてみるっていうところから俯瞰してみるっていうことは、やっぱり外の人間しかできないことなんじゃないかなっていうことをね、改めてねこの康介さんの作品から感じました。だこのね手紙と写真っていうのがすごくいいなと思ったのは、多分ねこの人たちを撮るだけでは現れなかったこととして、こうして手紙を書いてもらうってことも含めたことで、彼らは康介さんのレンズをただの外部、ただのアジア人の、カメラのレンズっていうことだけではなくて、会うことのない相手国の人々の目っていうのもそこに重ねたんじゃないかなっていうことですよね。彼らを見つめる目になるわけですよ。彼らに向けて手紙を書いてくださいっていうことは、それを通じて、そのねレンズの向こうに彼らをね想定して見つめるっていうことになるんじゃないか。これはねなんか写真の複合的な視点をね見たなってことを感じます。何重もの視点がこれらの写真から浮かび上がってくる。写真表現だなと思う一方で、平和になってもらいたいですよね。離れた土地から僕たちができることっていうのは本当に少ないわけですけども、少なくとも机上の論争だけじゃなくて、そこで実際に暮らす人々、彼らがどんなであるかということをこうして知ることで、彼らの人生を何かで、ね、単なる刺激か何かっていうふうに利用するんじゃなくて、その安否をねただただ祈りたいですよね。写真家ってのはね個人ですから、大きな組織の視点では物事を描けないです。でも個人は個人で一人一人と向き合えるわけですよね。一つのカメラで向き合うからこそ、一人の人間がね向き合うからこそ描けることもある。これがね写真にできる表現だなってことを僕は感じます。康介さんのウェブサイトリンクをですね動画の概要欄に貼りました。パソコンでの閲覧推奨です。できればねこのプレゼンテーションモードっていうのにしてもらって、大きく表示して見てみてください。文字がねしっかり読めますから。であとはねカーソルの、上とか下とかね右横でもねいけますからね。うん、ぜひ見ていただきたい。突然のお願いにもかかわらず、うちのチャンネルで作品を見せる、そういった許可をですねくださった小山康介さん、ありがとうございました。はい、という感じで収録をしました。でその後にですね、康介さんからこの作品の制作動機というのをですねお送りいただきました。今日話してきたこと、それほど間違っていなかったかなというふうに思うんですけれども、せっかくね書いていただいたので、この動画の概要欄に貼ってあります。ぜひ読んでみてください。康介さんがどんな思いからこの作品を作ったのか、これを読んでいただければそのことが知ることができます。というわけで、イスラエルとパレスチナ両国の人々のね安否というのを祈るとともに、この戦争状態が早く終わることを祈ります。ということで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。